軽井沢という場所は、まあ、避暑地として明治中期からスタートしたわけですけれども、文人文学者の方も明治の終わりぐらいから大正期を経ていろんな方が訪れるようになりました。政宗白鳥っていう方が明治45年明治天皇崩御の年に来たり、それから大正初めに有島武雄、大正9年に室生再生、そして軽井沢にとっては大事な堀達夫が大正12年に訪れるようになるんですね。そのようにしてその後も多くの文人が軽井沢に訪れてきました。こちら軽井沢高原文庫は1985年、今から38年前に開館しました。軽井沢ゆかりの文学者の資料を、まあ、見ていただこうということで開設されました。この周りに文学者の山荘が3つ移築されてまして、その一つが堀達夫山荘、ここを出た裏庭にございます。それから道路を渡った向かい側に有島武雄の別荘、そして3つ目がこの前庭に野上八重子の書斎が移築されております。以上3つの文学者の建物も見学できます。軽井沢という場所がいろんな大勢の文学者によって愛されて作品の舞台になってきたんですけれど、そういった直筆の原稿ですとか手紙ですとか遺品ですとか、そんなのをこう常に公開しておりますので、ぜひこの軽井沢という場所においてその資料を見ていただければなと思います。